うざっす。お疲れ様です。うざっす。今日は何するんですか。今日は社長の部屋に突撃したいと思います。アポなしで。最近突多いですね。はい、なんでかって言うと、ある人って仕事で社長って YouTube だけじゃないですか、YouTube がやってないじゃないですか、なんで、そうですね、確かに それ以外で昼間って言って撮影する以外何やってんだろう。確かに気になりますよね。現場出てるわけでもないし、営業活動行ってるわけでもなさそうですし、確かにそうですよね。でも、もうあれじゃないですか、足場とソシーラ、まあ僕が社長なんで。そうですよね、確かに僕が社長なんで、結構営業の方もなんかもう任せてますよね、店長とか任せます。そのマネージャーの人に。はい、なんで、もう基本的にもう昼間って何やったの。何やってると思います。逆にですか、まあ社長室でそうですね、まあ、結構なんかもうこういう風でこう 寝てるんじゃないですかね。こう寝てで私たちがコンコンってやったら、で目覚めて、どうぞみたいな。どうぞ下手したら多分インスタグラマーの女の子たち見て、ちょっとね、まあこうモザイクかけるモザイクかけるこうこうこう社長室やったらマジでやばいですよ。社長室下手したらやってるってガチでやばい。いや、ガチでやばい人じゃん、あの人でしょ。まあ、かもしれないですよね。だってもう社長室の配置が、パソコンの画面入ったら見えないようになってるじゃないですか。まあちょっと何してるかわかんないですよね。いきなり入られてもペッペッペッって消して何とかできるじゃないですか。まあカタカタカタってね、確かに何やってるかわかんないですよね。なんでまあ今回ね、まああの社長昼間何やってるのかって、もう確かに気になりますね。まあ市長なんで、まあ言うても、多分もう YouTube が仕事なんで、まあそれ以外何もやってないと思う。そうですよね、自分でもされてますよね、結構。そう、はい、何もやってないと思うから、はい、まあ今日ちょっと全部あの視聴者さんに伝えたいと思います、これ確かに、社長が何やってんのかって感じですね。社長業とは何なのかって感じですね。社長業とは YouTube の制作か。そうですね、それをちょっと徹底的に洗い出して皆さんに公開ですね。わかりましたじゃあ社長の部屋まで行ってみたいと思います。行ってみよう。はい、失礼します。お疲れです、失礼します。お疲れです。あ、いいですよ、入ってください。ブラブラなってるぐらい。お疲れ様です。お疲れです。ちょっと閉めますか。今日、あいつ休みだね、ゆりちゃんのことの。そうですね、そう、視聴者は喜ばんじゃん。二人とも休みなんですよ。まあ今日なんですけど、何やったんですよ、社長。ん、何でもいいや。お前バカに分からんもんな。バカに分からん。今回の企画の内容が、社長って、まあ、その YouTube 撮影するのって、基本的に朝か、もう夕方じゃないですか。まあ午前中現場行くか、午後から現場行くかじゃないですか。でもその中間昼飯があれば、昼の撮影するんですけど、その昼の撮影がない時って YouTube しか仕事してないのに何やってんだろうな。よく言われるんだよな、社長。じゃあ暇でしょうとか言って。誰から言われるんですか。いや、そこら中で。そこら中で。社長だもんね、暇でしょうとか言って言われるんだよ。カメラの前に行ったのか。はい。暇だよ。ですよね。まあ、それ言ったら終わりだ。それ言ったら終わりだ。今、社長に言ったじゃないですか。じゃあ、ええって、これは大事なんだよ。はい、何ですか。ちょっと一回見せてもらっていいって、もうこんなもんはみんな。いや、触りです。尺はいいや、もう決算しろ。まあ、あんまり見えない、モザイクかけてよ。だけどやっぱさ、これ、まあ、月次なんだわ。ちょっと言おうかな。まあ、これ、大尺。見せてくれるんすか。見せていいけど、モザイクかけて。もう、これ、会社の数字全部。あ、まあちょっと、絵にしよっか。決算とか、絵わかりやすいもんで。全然社長見せるもんじゃないですもん。バカに分かるように教えてもらってくれると思ったら、3期グラフっていうんだわ。3年間の、まあこれ簡単なやつ、もっと細かいやつあるよ。今期がいいか悪いかなんか見てもしょうがないもんで、前年からどうなったのって。まあこれだって、これ何って言ったら、前期の2月、前前期の2月で、今期の2月ね。あー、すごい。2、3、4、5、6、7、7はまだ数字ができません。まあとりあえず今日6月までのやつなので、6月は良かったんだね。前期。ちなみに、うちは毎期売り上げ上がってとるね。下がったことない。だけど、今期は下がっとるっていうのは、これ見て、6月はいいんだけど、5月見て、
やばいですね、かなり下がってるでしょ。半分ぐらいになってる。で、これ4月も下がってるでしょ。はい。で、3月も下がってるでしょ。はい。2月も下がってる。はい。で、6月だけは唯一ちょこっと上がってるでしょ。で、これさ、まあ職人さん見とるで、うん、勉強になるかもしれない。社長ね、どこの会社も社長って現場でんじゃん。はい。何やっとるかっていうとさ、まあこれじゃあ数字だから何もやってないかもしれんけど、これって売り上げが1000、まあ1割下がったら、はい。じゃあ営業マンの給料って1割下がってくれる。固定経費ってあるじゃん。家賃って1割下がる。ああ、はい。下がらないよね。はい。はい。売り上げが1割下がったってさ、会社ってほんと純利益って 5% とかそんなもんじゃん。5% ってどれや相当優秀って言われたからね、1割ぐらいしかないね、企業で。はい。ってことはじゃあ 10% 下がって、はい、人件費って下がる。下がんないです。下がんないよね。まあ職人の会社だったら、まあ、休ませ下がるね、日給電気の会社だったら、はい、営業マンの会社下がらんじゃん。はい。だって家賃下がる。いや下がんないです。下がんないでしょ。で今期これ本当にまあ俺一番何を気をつけてるかって、広告宣伝費をうちはまあ協力業者さんにもまあ協力してくれてるもんね。もう広告無理して打ってでも、はい、仕事を作るって言ってもらうわ。はい。広告宣売り上げは下がってんだけど広告宣伝費は上がっとんの。まあよ、行ってまあ暇じゃん、行って絶対用事ねえんじゃん俺。だけど俺社員とかはもう結構ミーティング、だって今日もう何ミーティングじゃん、あと30分後ぐらい。そうですね、それできたんじゃないの。はい。俺は暇とか言って動画にしとんじゃない。いや、カレンダーも結構、まあ、今週は入っとるよな。そうですよ、今週結構入ってますよね、社長。ちょっと見て見て。カレンダーのしちゃっていいですか。まあ赤いところ、わーっとね、ちょっとモザイク入るかもしれないけど、これ赤全部用事だね。まあこれ撮影、撮影、明日撮影、撮影の、はい、これ住所入ってた。で、これ夜撮影でしょ。はい。で、明後日はもう撮影ないけど、打ち合わせ、結構入ってますよね。打ち合わせが5本入ってるでしょ。あ、まあ針があるな。今週は何が忙しいんだ、針毎日行ってるよ。頭のてっぺんに撮影。そう、そういう意味。いいですか、ちょっと僕からの質問で。まあ、例えば、その、まあ、社長にね、社長に質問なんですよ。うん、経営者に。うん、その、まあ、10年間経営やってるじゃないですか。10、もう4年だよ。14年ですか、うん、何が一番大変ですか。お前みたいなやつ、いや、どうでも大変。やめさせたいのにやめていかんのか。社長、とりあえず今日やめます。で、明日また戻ってきます。今日やめた。明日も変わらないよ、でも俺やめた。まあ、何が大変だ、本当、まあ、適材適所っていうの、はい、まあ、あんまり追い込んだらやっぱやめちゃうじゃん。はい。で、そう、俺と同じ目線を見ろって言ったら、はい、どういうふうに自分たちでするのとは言ってるね。で、そこをやっぱ辛抱強く待つのがしんどいかもしれない。あー、俺は最近の悩みや。今までは自分でやればよかったじゃん。はい。自分でお客さんに営業かけて、自分で仕事取ってきて、自分で現場行って、なんか若い人連れてって、はい、ブラーってやっとるでや、はい、現場が収まってたわけじゃん。はい。で、お客さんに評価されるじゃん。はい。で、まあ抜けたじゃん。はい。で、これでお前らが前線に出てるわけじゃん。はい。もっとこうした方がいいんじゃない、あした方がいいんじゃないとは言うじゃん、俺は。言いますね。放任はしてないよね。はい。で、数字とかでもめちゃくちゃチェックしてるよ、やっぱ。まあ、アドバイス程度ってことですよね。なんか俺、ここが投げりっとるな、はい。まあ、もうすぐ9万人チャンネル登録だしね。まあ、そうですね。今日行くんだよね。まあ、今日行きます。はい、今日行く。でもそうですね。じゃあ、そうやって辛抱強く待つことが、まあ、一番しんどい。一番しんどい。うん、本当にしんどい。もうイライラするもん、お前なんか。そんな感じですか。はい、そんな感じですね。まあ今日これがね、うん、まあ月次決算報告書、これコピーしてYouTube のしときますんでね。うん、はい、コピーしてね。はい、 PDF のデータにして。売り物ちゃうわ、嬉しい。まあそんな感じか。まあそんな感じですね。はい、はい、そんな感じです。まあ今回ちょっとためになったでしょうか、皆さん。まあ、結構ためになると思うんですよね、一人親方とか。そうですね、結構面白い話ですね。個人事業主の方とか、はい、だから本当に個人事業主になったら儲かるって言ったらね、額面は儲かってるように見て、売り上げは上がるじゃん、独立して、まあ、そうですね。だからってじゃあ儲かるの、本当に利益伸びのってね。今会社から車支給されて、ガソリンも支給されて、高速もただね、休みもね、もう保証されとって、月給でもらっとってって、まあどっちがいいかって、そう簡単に。なんか最近ね、よく YouTube とか見てると独立独立って煽るけど、まあ、みんな煽ってますよね、今の時代。そうそう、やっぱり。みんな煽っとるですけど、まあ本当にそれがいいか悪いか、まあその人間性もあると思うし。あの、視聴者の皆さんごめんなさい、長々としたんですけど、あの、今求人サイト今作って、はい、求人道場で多分検索したら出ると思うんですけど、はい、まああの、リンク貼っときますんで、あの、企業さんももう今公開します。だって、あの、個人事業主からもう全部無料で出せるんだわ。はい。あ、で、まあちょっとある程度本当にちゃんとメリットがあって、まあ、年に一人ちゃんと取れて、はい、無料だったら本当にいいじゃん。
いいっすね。求人なんか出したら10万、20万普通だから、はい、それで一人も取れんっていうのが職人の世界じゃん。はい。で、本当にまあちゃんと行き渡って、まあ会社さんも、まあ1000人、2000社、3000社って集まって、で、求職者っていうの、職人さん側も、何万人って登録してくれたら、まぁ、ちょっと有料にしようかなって、それはもう赤だよね、うん。運営、サーバー料とかも全部かかるし、開発費もかかるもんで、まあ、開発も結構かけて作っとるから、何百万もかけて作っとるから、もう本当に今はもうただだから、絶対得だから、はい、職種が全部寝てて選んで、まぁ、ちょっとほんで、それ見て、で、なんで無料で出すかっていうと、まぁ、まずはフィードバック欲しいから、もう逆に、どんどんそれに対して、それは確かね、送れるようになったんだ。もっと交渉し、安心して。で、それをどんどん集めたい。おでも本当にめちゃくちゃいいものにしてお金もらっても割らないでしょって言って、はい、まあ例えば月5000円とかだったら全然いいじゃん、はい、あそうですね、いいっすね、ちょっとモニターみたいな感じってことですね、うん、そうそうそう、今の人とかどん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 使ってください、でまあ不備もいっぱい出てくると思うから、はい、どんどん使って、ね、不備も全然逆に力貸してください、はい、で会社側と求職者側の人もみんなどんどん入って見てもらったら面白くなるんじゃないかなとは思いますんで、はい、うん、お力をお貸しください。お願いします。お願いします。お願いします。いいねしてよ、こんなにいい話。いいね、チャンネル登録よろしくです。俺が鬱陶しいっていうだけで、俺とお前が鬱陶しいっていうだけで、はい。ね、いいねしないのはいかんよ。もうダメですよ。もうコメント入れてください、鬱陶しかったら。あ、ごめんね。全部削除入れるんで。はい。お願いします。お願いします、また見て。